またのご来店。どうも。どうも。またのご来店。またのご来店。
またのご来店。どうも。なあ。どうも。あ、キリト君。よう、アスナ。誰かと待ち合わせか？うん。これからシリカちゃんとシノノンとでクエストをやりに行くの。ほら、ちょうど二人が来たみたい。増えてるわね。あんたも一緒に行くの？いや、たまたまアスナと会ってさ。どうせなら一緒にどう？それはいいんだけど、どんなクエストをやるか教えてくれないか？ああ、そうだったね。ちょっと変わったクエストでお餅つきをするらしいんです。餅つき？このゲーム変わってるでしょ。でもこのゲームのお餅ってちょっと気にならない？確かに、どんな食感なのか食べてみたい気はする。だよね。だから一緒にどう？じゃあそうさせてもらおうかな。餅つきなら男手が必要かもしれないしさ。食べ物になると調子いいわね。だ、食べ物だからじゃないって。でも実はこのクエスト高難度だっていう話なんです。なので気合を入れて臨まないとですね。高レベルのモンスターが出てくるのかな。とにかく頑張ろうぜ。はい。じゃあクエスト攻略に出発。どうだシリカ、俺の方は結構集まったけど。はい、私もそれなりに。ピナも手伝ってくれてありがとう。でもお餅を作るのにまさか穀物アイテムが99個も必要だ。これを一人でやるとかなりきついな。とはいえ高難度って言ってた割には特に何もなかったな。ネームドモンスターあたりが登場するのかと思ったけど。まあまだクエストが終わったわけではないですし、ひょっとしたら最後に出てくるかも。そうだな、気を抜かないようにしないと。じゃあアスナたちのところに戻ろうか。はい。おい、アスナ、シノン。あ、おかえり。二人ともお疲れ様。できているんですね。うん、穀物を炊くための火でしょ。あとお水、それからキネとウス。こうしてみると本当に餅つきそのものだな。じゃあ早速作っちゃいましょうか。まずは穀物を炊くところからよね。ではお釜の中にアイテムを入れてっと。よし、俺も。ありがとう。そしたら火にかけて。はい、完成。早っ。リアルでもこうだと助かるんだけどね。さて、臼に炊き上がった穀物を入れてっと。
ますね。じゃあ私がそれをやるわ。え、大変そうだし俺がやるよ。大丈夫よ。それに私のやったことって水汲みだけなんだもの。なんか力、シナノンにお願いしちゃおう。うん、わかった。じゃあよろしくね。シナノンさん、頑張ってください。ね、任せて。餅つきなんてやったことないけど。行くわよ。ねい。シノンさん、そこは薄の縁。ちょっとした冗談よ。次こそ行くわよ。へい。やった。一度つくごとにこねればいいんだよね。現実の餅つきに習えばそのはずだけど。じゃあよいしょっと。はい、次いいよ。しの、わかったわ。よいしょ。えい。よいしょ。うん、餅つき出来上がりが楽しみですね。ピナも待ちきれないって言ってます。気が合うな、ピナ。俺もだよ。えい。よいしょっと。どうだ、餅っぽくなってきたか。それがどうも変なのよ。変？うん、なんか水っぽいの。もちもちっていうかびちゃびちゃ。やっぱりゲームのお餅はリアルのとは違うのかしらね。コシがないみたいなことか。そういうことかも。もしかしたら餅をつく加減で食感や味が変わったりする。よし、シナ、餅をつくの代わるよ。俺最近筋力値が上がってきてるし、腰を出すならやっぱり力が必要だと思うんだ。ステータスの問題なのかしら。わからないけど、物は試しさ。それに言っただろ、男手が必要になるんじゃないかって。何？いいところを見せてくれるっていうの？任せろ。俺もシノンと同じでネームドモンスターも出てこないから力が。分かった、任せる。よし、行くぞ。あ、でも本当にびちゃびちゃだからあまり強く。ちょっと飛び散っちゃったじゃない。服にも髪にもお餅が。びちゃびちゃだって言ったじゃない。服の中にまでお餅が。全身お餅だらけだよ。このゲームもこんなところまでリアルにしなくてもいいのに。餅が体について、これが本当の餅つき。見た。あんたを臼に入れてついてあげましょうか。すみません。どうにか完成かな。高難度っていうのはお餅が美味しくできるかどうかだったみたい。ハプニングはあったけど
ちゃんと食べられるお餅になっただろ。圧倒的に量が少ないけどね。派手に飛び散っちゃったからな。一口サイズでギリギリ人数分ってところですね。ま、過ぎたことを言っててもしょうがないか。量が少なくてもお餅が完成したのは事実だし。うん、十分に味わって食べましょう。ではいただきます。あ、おいしいですね。とっても滑らかです。ほんと、一口しかないのが惜しいわね。そんなにうまいのか。じゃあ俺もいただきます。あ、そういえばピナの分が。お前も穀物集めを頑張ってくれたもんな。いいんだ、俺の分を食べてくれ。餅が減ったのは俺のせいだからな。最後にいいところ見せたわね。慰めありがとう。どうもなあ、どうもまた。あら、あら、
どうも。よう、アルゴ。わあ、びっくりさせるな。よくわかんないけど、ごめん。それで、何してるんだ。わかんないのか。前を見てみろ。前？ああ、ユイとワン吉じゃないか。もしかしてユイを尾行しているのか。違う、一緒に散歩しているんだ。こんなに距離を空けて歩いているのに散歩しているなんてわかるわけないだろう。あ、パパ来ていたんですね。気がつきませんでした。散歩中らしいな。はい、アルゴさんとワンキ。あれだけ離れていたら一緒って言わないだろう。このクエストをやることでもしかしたらと思ったけど、犬が苦手なのはなかなか治らないな。奴らと分かり合うのは生涯かけても無理そうだ。しますよ。ゆいちゃん、本当によく面倒を見てくれているな。それだけワン吉に愛情を注いでいるんだよ。きっとアルゴにもすごく感謝していると思うぜ。俺だってアルゴがクエストを続けてくれて嬉しかったし。なんだよ急に。別に、本当に思っていることを言っただけだよ。あと、クエストログが更新されたみたいだ。餌の時間みたいだな。おい、ユイ、餌の時間だってさ。はーい、わかります。しかし、こうして面倒を見てもらっているが、クエストの先が全然見えないな。確かクエスト名は、迷い犬の保護だったっけ。保護ということなら、もう十分果たしている気もするけど。もしかしたらこのままゲーム内で一生育てるっていうテイムの派生仕様だったりして。恐ろしいことを言うなよな。でも文句は言いつつ、散歩にだってついてきてくれているじゃないか。それは俺っちが犬っころのそばにいないとクエストが進行しない可能性だって。ん？またイベント発生だ。あの犬っころもう腹が空いたのか。どうした？いや、このイベントが来ることは分かりきって、保護は無事に達成できたみたいだ。それって犬っころを森に返す。その時さて、俺がやるよ。クエストをやりたいと言ったのは俺とユイだからな。ユイ、ちょっと来てくれ。はーい、行きますよ、ワン吉。どうしましたか？実は今、ワン吉のクエストが進行したんだ。本当ですか？ただ、その…ワン吉とは別れなくちゃいけないんだよ。別れる？森に返す時が来たんだ。その犬はもともと人里に迷い込んだ犬なんだよ。けどもう一匹でも十分に生きていける時が来たんだ。ユイちゃんが世話をしたから、ワン吉は森に帰ることができるんだよ。
本当ですか。これでワン吉も元の場所で過ごすことができるんですね。よかったです。私ちゃんと面倒を見てあげることができましたよ。ああ、偉いぞユイ。ワン吉、故郷に帰れるんですよ。あの、お二人にお願いをしてもいいですか。なんだ、言ってみてくれ。私もワン吉を見送りに行きたいです。当然だ、ちゃんと連れて行くよ。ああ、問題ないぞ。それからですね、もう一つお願いがあるんですが、あと少しだけワン吉と遊んでもいいですか。もちろん、いっぱい遊んでおいで。ここで待っているから。ありがとうございます。ワン吉、行きますよ。ご苦労さん。ユイちゃん、辛そうだったな。そりゃな、ずっと面倒を見てきたんだ。はあ、いろんな意味できついクエストだな。クエストの目的地はここらみたいだな。この森がワン吉の帰る場所ですか。ユイ、ワン吉にお別れを言わないとですね。そうだな。ワン吉、この森で立派な犬になれよ。ワン吉、もう村に迷い込んで迷惑かけたりするなよな。ワン吉、寂しいですけどここでお別れなんです。これからもちゃんとお利口でいられますか。森には木の実とかたくさんありますけど、食べ過ぎちゃダメですよ。ワン吉、森で仲間と仲良く暮らすんですよ。ワン吉、私はワン吉と一緒に過ごすことができてありがとうございます。ワン吉、それじゃあワン吉、お別れです。元気でいてくださいね。さようなら、ワン吉。行っちゃったな、ユイ。はい。ワン吉もきっとユイにありがとうって言っていたと思うよ。飼い主がユイちゃんで幸せだったな。私もワン吉に会えて幸せでした。さあ、それじゃあ町に戻ろうか。はい。うん、クエストログが進行した知らせだ。そういえばワン吉を森に返したけど。確かに、ちょっと調べてみるから待っててくれ。あ、やっぱりだ。まだワン吉のクエストが残ったままだぞ。残ったまま、まだみたいだな。なら、またワン吉と会えるかもしれないんですね。よかったな、ユイ。はい、ワン吉、また会いましょうね。ユイちゃん、元気になったな。そういうアルゴも嬉しそうな顔をしているぞ。違う、クエストが考えていた以上に長いから情報として価値があると思って。わかったわかった、
今度会う時が楽しみです。